さあこちらへ。打ちつね公の伝承でございます。西へのこと、翼持てるあっきありて災いをなす代理打ちつね公を召されり、打ちつね神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りなり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんとともゆきて、打ちつね放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち末路の息を打ちつね公に吐きつける。ほどなく打ちつね随所に悪鬼の姿見えれば、妙我の弓で余さず入れども人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。打ちつね子をついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども、帝を哀れにおぼし召す。打ちつね対馬へ流されて幾とせの後こと切れる、覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を打ちしかの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされます。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、打ちつね公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。お前は掛けがえがない。孔子が言っていた青い紫陽花、この近くだ。孔子が言っていた青い紫陽花、この近くだ。これが打ちつねの墓。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。探すな、死ぬことになるぞ。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断は。
剣よ、カズ。いっちゃんな。うわっ、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 伏せろ。Hip.
また青い花。あの小島は花に覆われておる。
青い花が咲く山か。弓はここに違いない。顔色をするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ。何を言いたい。罪はないと思え。弓を追うでないぞ。まだ諦めんぞ。行け。そこだ。氏経の長弓。ここはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取り憑かれることになるぞ。
常の